では歴史カルシンプリフィケーション with ニューラルランキングの文献紹介を丸山が行います。でいきなりなんですけど、この論文は、ニューラルネットワークを使って、まあ、語彙平化をしようっていうものの話になってきます。で、まあ、語彙平化っていうのは、まあ、難しい言葉単語を見つけて、それをなんか同じ意味を持ったような優しい単語に書き換えるっていうものです。で、ここの手法で使われているのが、ニューセラっていうんですか、ニューセラコーパスって言って、でこのニューセラっていうのは、その英語学習者に対して、読解レベルに応じて、そのニュース記事を提供するっていうサービスで、同じ記事の内容で、まあ、5段階で、まあ、レベルが5段階あって、まあ、それぞれの、まあ、記事が書かれ人手で作られた記事がまあ書かれているというものになってきます。で、このコーパスを使ったのは、まあ、この研究が初とまあ述べられています。で、このコーパスと、あとはなんか分散表現を使ったモデルを使って、置換候補、その難しい単語にまあ置き換えられるような平易な言葉っていうのを作って、で、あとはこの、まあ、ここがニューラルネットワークのとこなんですけど、まあ、ニューラルまあ、回帰のモデルで、まあ、その生成されたまあ候補に対して、まあ、どういうのがまあ平易なのかっていうランク付けをしてやって、で、まあ、と置き換えるっていうようなモデルになっていきます。で、結果として、まあまあ、既存の手法よりもより高いまあシステムっていうものを作ることができて、で、まあ、文法とか意味的なエラーも少なくなりましたというような話です。で、まあ、初めになんですけど、先ほども言ったように、まあ、語彙平化っていうのは難しい語を、まあ、簡単なものに置き換えるっていうものです。で、少し前までは、ワードネットとか、 なんか頻度情報とかをもとに、まあ、やってたんですけど、最近では、まあ、ある程度流れが確立してて、まあ、次のようになっています。で、最初に、まあ、難しい語文章の中から、まあ、難しい語っていうものを見つけてきて、で、まあ、それに対してその難しい語に対応するような平易な語っていうものを持ってきてやって、で選択っていうのがその文脈に、対応しないようなやつっていうのにをなんかフィルターをかけてやって、で、まあ、ランキングをしますっていうような流れです。で、まあ、それぞれ、まあのパートでいろいろ研究がなされていて、まあ、ここら辺だ と、まあ大規模なコーパスからまあシソーラスを取ってきたり、まあ、とか、あとまあ生成だとパラレルコーパス、難しい語とまあ平易な文っていうのがあって、まあ、パラレルコーパスと、あとはそういうコーパスなしでも、分散表現を使って取ってくるよというようなまあ研究があります。で、この研究でまあ対象としているのは主に、この生成とランキングの部分です。で、初めに、置換候補の生成についてです。で、生成は、2つのアプローチから、まあ、をまあ組み合わせてやっていて、まあ、1つがまあパラレル、先ほど説明したコーパス、パラレルコーパスからその単語のアライメントを取って、で、なんか品詞タグがまあ同じ品詞タグじゃないものだったり、なんか固有名詞が入ってきたりするものをなんかフィルタリングで除去してやって、で置換規則の一般化です。で、置換規則の一般化っていうのは、例えば、英語だとなんか過去形とか、まあ、過去分詞とかあって、それをなんか、まあ原形に置き換えた時に、その対応しているような平易な対も、同じように平、その過去形からまあ現在形に戻してやるみたいなことです。規則で、まあ、そういうふうにやります。で、それに加えて、分散表現で、まあ、最も似た意味で品詞タグが同じで、今説明したようなっていうんですかね、その形態変化がない同じものを、そのパラレルコーパスから出てきたものに対して、まあ、さらに3単語加えてやって、でそれをまあ置換候補として扱います。で、その置換候補の選択なんですけど、まあ、先ほど説明したように、まあ、文脈に適合しない置換候補を削除するっていうもので、これに関しては、この論文と同じ
この論文の筆者と同じ人たちがなんか過去にやったものを使っています。でここからが、メインのランキングという話になってきます。でランキング、3つのステップに分かれていて、で初めにこの回帰という部分で、まあ候補がその置換候補が2つあって、で、まあ、それ2つを比べた時に、どっちがどのくらい平なのかっていうのを、まあ、表すよ値を、出してくるようなモデルを作ります。で、数式で表すと、まあ、C1 と C2 っていうのが候補語で、で、まあ、R1、R2 っていうのが、まあ、どれくらい平か、まあ大きい方がランクが高い方が難しくて、まあ、低い方が、まあ、簡単なっていうことです。で、その候補語を、まあ、特徴候補語の、まあ、特徴量を、まあ、と持ってくるような関数があって、でその、まあ、その候補語の2つを、モデルに入れてやるとそのランクの差が出てくるというような感じで、例えば、まあ、この場合だと、まあ、値が負になると、C1 の方が平位っていうことになります。で、このモデルを使って、まあ、それぞれにスコアを与えてやってランク付けっていうものをやります。で、そのランク付そのスコアっていうのがこの式で表されていて、まあ、その候補全部に対して、で、まあ、全部比較してやって和を取るというような形、あ、ここが先ほどのモデルから出てきた値です。でこれに加えて、最後に、コンフィデンスチェックと信頼性の、まあ、信頼性のチェックで、まあ、これはトライグラムの言語モデルを用いて、まあ、とその難しい語の位置にその置換候補として出てきたものを突っ込んでやって、で、まあ、信頼性っていうものを比較してやって、いや比較します。でここからが評価です。最初に、置換候補の生成の部分ですね、の部分のみの評価です。で、それぞれ、このベンチ LS と、まあ、NNSESEVAL みたいなの、まあ、2つ2種類使ってます。これどっちも、この論文との筆者と同じ人が、まあ、作っています。で、この上の、6つが、既存の手法で、ちょっとどれがどれか忘れてしまったんですけど、まあ、ワードネットだったり辞書を使っていたり、あとは、まあ、パラレルコーパス使っていたり、まあ、いろんな手法があります。で、この下の2つが、今回の提案手法で、この上の SG って書いてあるのが生成のみのやつで、でその下が一番下のやつが、置換候補の選択っていうのを加えているものです。で、まあ、プレシジョンとリコールと F 値をで、まあ、それぞれを比較しています。で、結果を見ると、リコールはちょっと、まあ、あるやつよりも少し下がっているんですけど、それ以上に、まあ、プレシジョンが大きく上がっていて、で、まあ、結果として F 値も大きくなっていて、まあ、わずかな、リコールの低下でプレシジョンを大幅に上げることができているので、まあ、いいモデルができたんじゃないかというように述べています。で、次に、そのランキングのみの評価です。で、このT ランクってやつと、まあ、P ってやつがそれぞれ、まあ、ランキングの信頼性と、まあ、どれだけ平易なものを出せているかっていうものになってきて、で、まあ、比べてやると、まあ、提案手法が、まあ、一番高くなっていて、まあ、いいランク付けができているんじゃないかというようなふうに述べています。で、最後に、その全部ですね、その生成から、ランク付け、まあ、全部までを総合的に見てどうかっていうのがこの評価です。で、プレシジョン P って表しているのが、その
最も高いランク、一番なんか平易な子か、まあ、あとはそもそも、まあ、平易だったか痴漢がないっていうやつが、まあ、P で表していて、 A っていうのは、まあ、その一番、まあ、平易なやつに置き換えられたものの割合で、で、この NNLS っていうのが、コンフィデンスチェックがないやつで、この C がついてるのがある方で、で、まあ他のに比べて、プレシジョンが高くなってて、で、まあ、コンフィデントチェック入れると、まあ、少しは下がってしまうんですけど、正解率がまあ上がってて、まあ、総合的に見て、まあ、いいんじゃないかというような感じです。で、次にそのエラー分析というものもやっていて、その上のここに書いてあるのがそれぞれ、1から順に、まあ、エラーなしと 2A っていうのが難しい語が、まあ、平易だっていうふうに、まあ、判定されたもので、 2B っていうのがその逆で、平易なものが、複雑難しいとして、まあ、分類されたものです。で、3A っていうのが、まあ、候補が出てこなかったもので、あとはまあ候補、そのより平易なものが生成されなかった場合と、まあ、あと4っていうのが、まあ、文の意味や文法を損なうもので、5っていうのが、置換置き換えても平易にならなかったものというふうになっています。で、一番左側に示されている、まあ、SE とか PV っていうのが、その難しい語のを判別するっていう時の手法になっています。で、まあ、2A とか 2B っていうのがその難しい語かどうかっていうのを判定する時のエラーで、で、3A、3B っていうのが、まあ、候補を生成する時のエラーで、で、あとはそのランク付けのエラーですね。だから、まあ、2からこの5までは、少ない方が良くて、で、まあ、1っていうのはエラーなしなので、まあ、大きい方がいいっていうような感じになっています。で、ここの数字です。数字が、これは、さっき示した、ベンチマーク LS っていうものの分数にな、分数、まあ、インスタンスですねの数になっていて、でそれで、括弧の中に入っているのが、その全体の割合になっています。で、まあ、結果を見ると、その 5の、置換しても平易ではないものっていうのは増えてはいるんですけど、まあ、それに対して 3A の、置換候補が生成されなかったっていうものだったり、置換して、まあ、文法の意味とか、文の意味とか文法がおかしくなってたりっていうのがすごく、まあ、一番低い値を出してて、で、まあ、総合的に見ても、まあ、一番良いというように述べています。で、まとめです。で、この論文では、ニューラルネットワークっていうのを用いて語彙平易化をしています。で、置換候補の生成には、まあ、ニューセラコーパスと、あとは分散表現っていう、なんかパラレルコーパスとその分散表現っていうのをうまく組み合わせて置換候補を生成しています。で、その生成されたものにフィルターをかけて、で、まあ、ニューラルでランキングしてやって、まあ、結果として、まあ、トップスコアを、まあ、実現できて、まあ、文とか意味的なエラーも少ないというようなものができました。以上で終わります。